フロリックス8から来た友人は、アメリカ合衆国の作家フィリップ・ケー・ディックによる SF 小説。人類の中から突然変異で誕生した特殊な能力を持つ者たちである新人や偉人と呼ばれる人々が人類や世界の頂点に君臨する時代を舞台とする。能力を持たない60億人余りの人々は求人と呼ばれていた。 もちろん試験を受けることによって、求人でも社会の上層に行くことはできたが、この試験が、とても難しい。かつて、求人を救うことを目的として、宇宙のカナダに旅立った一人の男がいた。その男の名は、プロボーに。その男が、友人を連れて帰ってくるという通信が入った。友人は一人で、フロリクス8という惑星の辺境警備隊員だという。友人は、 巨体で宇宙船内に入れないため船の外壁を追っているとも言う。地球では迎撃するためのレーザー砲を準備した。指定された着陸場所に近づいた宇宙船にレーザーが浴びせられた。だが船を追っている友人は平気でおまけにレーザーを自分が活動するためのエネルギーに変えてしまった。フロリクス8から来た友人。 大森望薬草原 SF 文庫1992年1月31日発行 ISBN4 から488696104ありがとうございます